こんにちは、こんにちは。マシマ、です。今回は、またまたジャンクの PC パーツを購入したので、ご紹介します。前回のワイヤレスイヤホンの動画の最後で、次回は CPU クーラーを自作する、と予告しましたが、普通に失敗したのでプラン変更です。で、具体的には、映像に映っている改造済みの NEC メイトを、再改造して、ファンレスパソコンを作ってみようと思います。なので、動画のタイトルでもバレていますが、ファンレス運用可能な CPU クーラーを調達したわけです。と、前置きはこのくらいにして、買ってきたものをお見せします。ジャンクで、巨大なファンレス CPU クーラーを買ってきました。それでは実際に買ってきたものをご紹介します。一目でわかる通り、箱なしのジャンク品です。それで、値段ですが、ジャンクで500円でした。こういった、ヒートパイプのあるごっつい CPU クーラーのジャンクは、300円から1000円のものをよく見かけるので、500円はまあまあお値打ちでしょうかね。袋があるので見にくいですが、割と付属品も揃っているようで、ジャンクですが、ポン付けできるなら最高ですよね。あ、これはフラグであり、当然ポン付けなどできませんでした。なんとか取り付けに成功するといった具合です。それでは袋から取り出して、詳しく見ていきましょう。まずは、付属品の状態ですが、任意のファンを取り付ける際に使用する金具。クーラー固定用のネジ4本とバックプレートです。ジャンクですが、付属品が案外豊富ですね。そして、本体ですが、案の定ホコリにまみれた状態で、フィンの折れ曲がりもありますね。ですが、CPU との接地面は、グリスが綺麗に拭き取られており、傷もなく良い感じでした。では、開封できたところで、このクーラーの正体を確認します。少し見にくいですが、本体に刻印があるようにこちら、ザルマン、の FX70、という CPU クーラーになります。放熱フィンにスリットを設けることで、どの方向にも通気する構造になっています。また、フィンの間隔を広げることで風通しを良くして、熱の対流を防げるような設計になっていますね。わずかな気流、上昇気流でもそこそこ排熱できるというわけですね。要するに正真正銘、ファンレス設計の CPU クーラーという製品です。で、早速取り付けしたいところですが、ホコリなどの汚れが気になります。それと、フィンの折れ曲がりも気になります。なので、まずは取り付ける前に、お掃除と、フィンの修正をしたいと思います。まずはお掃除です。夜中なので掃除機は避け、水洗いしました。CPU クーラーの水洗いは初めてですが、基本的には、サビが出ないようにしっかり乾燥させれば、問題ないはずです。そして、洗浄後、乾燥させたものがこちらです。パッと見でもなんだか、光沢感が増して、綺麗な雰囲気になりましたね。ただ、じっくり見ると、汚れというかサビのような、劣化があります。これは以前購入した、ジャンクのサイズコテツ、でも同じでした。結構がっつり、削り取るようにしないと落ちないので、諦めたんですよね。なので、今回も、大まかな汚れは綺麗にできたというところで掃除は完了にします。そしたら次、フィンの折れ曲がりの修正ですが、作業前に、CPU との接地面に傷がつかないように保護しておきます。そしたら、折れ曲がりを直していきます。この CPU クーラーのフィンは、分厚めなので、指を切りにくく、フィンの間も広いので、手でも作業しやすいです。なので、あらかたの部分は手で修正しつつ、細かいところはピンセットでつまんで直していきます。かれこれ10分ほど、気が済むまで修正した結果がこちらです。遠目で見れば新品のような風格が出てまいりました。新品は言い過ぎですが、パッと見フィンの並びも規則正しく、気にならないくらいにはなりました。この CPU クーラーはフィンの間隔が広いので、少しでも規則正しくないと格好悪くなってしまうんです。ですが、逆にフィンの間隔が広いということは、フィンの枚数は少ないので、サイズの小鉄のフィン修正と比べると、少し作業は楽でした。とまあ、お掃除とフィン修正のちょっとしたメンテナンスが終わったので次、マザボに試しに取り付けてみます。マザボに取り付けるよ。
それではいよいよ、NEC メイトのマザーボードにクーラーを取り付けてみたいと思います。取り付けネジ、から、バックプレート、と、クーラー搭載に必要なものは揃っているわけです。あとは自作パソコンと同じく、バックプレートを当てがってネジ止めすれば OK。と、思っていましたが、そうはいきませんでした。こちらをご覧ください。こちら、私の過去動画にも散々登場している、NEC メイト、のマザーボードです。まずはバックプレートだろう。ということで、当ててみましたところ、サイズが合いませんでした。穴の間隔が完全に違っていました。このマザボの CPU ソケットはインテルの LGA1155 です。購入した CPU クーラー FX70 は LGA1155 に対応してます。結論としては、これは違うソケットのバックプレートで、1155のプレートは欠品のようでした。そして、バックプレートがつかないことにより、付属の取り付けネジも使えなくなってしまいました。これでは完全に取り付けできません。ジャンクなのに、付属品豊富で、ポン付けできそうだと思っていた結果がこれです。と嘆いても終わらないので、いろいろ試してみます。で、取り付け金具のないジャンククーラーは以前、サイズ固鉄で経験しています。なので、それと同じように、マザボの裏から長いネジを出して、ナットで固定できないか、と試してみました。しかし、ヒートパイプの張り出しと、工具を差し込むスペースがなく、取り付けできませんでした。と、トライアンドエラーで、ごにょごにょと1時間ほど考えた結果。CPU クーラー側にあらかじめネジを取り付け、最後にマザボ裏からナットで締め付けて固定する方法にしました。単純で、プッシュピン式のような感じですが、ちょうどいい長さのネジとナットを探すのに苦労しました。使ったネジは、M3 の長さ20ミリくらいのになります。CPU の固定ネジはだいたい M3、3ミリのネジですよね。このように CPU クーラー側にネジを取り付けたら、これをマザーボードの取り付け穴にはめて、裏からナットを締めていきます。あ、ちなみに、これは今後、ファンレスパソコンを作るための仮組みなので、グリスはなし。ファンはつけないですが、クーラーの取り付け方向に関しても未定。本番では、かっこよく見える方向で取り付けたいと思います。と、お話ししている最中にも取り付けは完了。メイトのマザーボードは、マイクロ ATX サイズですが、マイクロ ATX にこのクーラーの組み合わせは、そこそこ迫力がありますね。より小さい、ミニ ITX ならさらに凄そうです。取り付けした感じも不自然さは少なく、強度的にも大丈夫そうです。お話ししていませんでしたが、実はこのクーラー、見た目の割にはかなり軽いんですよ。以前購入したサイズの固鉄よりも全然軽く感じます。なのでまあ、強度的にも意外と心配いらないかもしれません。と、こんな感じで、一応、ジャンク500円で購入した、ファンレス CPU クーラー、ザルマン FX70 の取り付けは完了です。まとめです。いかがでしたでしょうか。今回はファンレスの CPU クーラーをジャンクで購入して、メンテナンスしつつ、工夫しながらなんとか、NEC のメイトに取り付けしました、という内容でした。本当はファンレス運用できるのか、実際に使用したいところですが、ご覧の通り、パソコンとしてはまだまだの状態です。なので、今回は、仮組みまでとなります。今後の予定としては、この CPU クーラーを使って、CPU をファンレスにしたかっこいいパソコンを作ろうと思っています。ご興味がありましたら、ぜひご覧ください。とまあ、そんな感じで今回の動画はおしまいです。よければチャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。